茶太郎、今日はいいものが届きましたね。じゃーん、これです。ネクサス7。ネクサス7、発電源を入れてます。あれ、これなんか、これ Google のマークなの？これが違う、これほら、日本語下に設定をしてますね。あるから、次 Wi-Fi だから見せられないでしょ。ようこそ。ほら、そらくんはもうやってます。これ俺のでしょ、自分のでしょ。あれ、壊れた。こんな感じですね。小さいですけど、なかなかサクサク動いて、これほら、今の私が使ってるやつよりも全然いいですね。ハイセージが見れるんで YouTube。 めぐみめぐみ、これさ、拡大するとさ、横にしかなんない。それで元に戻すとまた縦に。結構 YouTube もサクサク動いていいですね。前のやつはなんかガクガクしてたんですけども、画面が小さいから何でしょうかね。いっぱいあるね。いい感じですね。ちょっとしかないね。このネクサス7はですね、車検代が安く上がったんで、その余ったお金でですね、買うことにしました。もうそらくんこれ自分のもんだと思って。お父さんが言ってたじゃん、そらくん用に買ってあげるよ。そうは言ったけどさ、本当に君のものなのこれ。お父さんあるじゃない、あれ使えば。俺あのでかいの割れたやつ。違う、あっちの薄いの直す。あれだって直すの高い、大変なの。3万円ぐらいかかるとか言われて、うん、そうよ。いいなこれ。ネクサス7、ネクサス7あれだよね、外カメラ。チャタロー、聞いてるのかね。チャタロー、いいね、ネクサス7ね。これ後ろボスボスね。本当に。そらくんもずっとさっきからそれやってますね。さっきから開封してます。そう、あ、開封動画はそらくんが撮ったんでしょ。うん。ね、うん、アップしてね。うん。だって、チャタローちゃん。もう眠たいの君。今の時刻は9時。20分です。手のひらサイズ。手のひらサイズじゃない。顔映る？カメラモードにしてみてくんない？カメラ入れてないもん、まだ。アプリ入れなくてもカメラ入ってるでしょ、もともと。入ってない。はい。やってみて、映してみて。カメラ入ってないよ。入ってるでしょ。だってここについてんだもん、カメラ。早く。な、入ってないって。あるでしょ。どれよ、カメラ。どれだって。だから、え、ないの？だから入れないといけないんだって。なんで知らない。嘘、カメラのアプリがないみたいな。ネクサス7カメラスタート。あ、本当だ、インストールでしょ。ね、入ってないっつったじゃん。入ってないんだね。だからね、このアプリはデフォルトネクサス7カメラアプリを起動します。チャタロー、カメラねんだってよ。あとでチャタロー撮ってやろう。チャタロー、チャタロー映してあげて。どうだよ。もうちょっと下にしてよ。あ、映ってる。今そらくんは壁紙を設定して。これいいんじゃない。どう、ダメ、あんま良くないね。あんま見づらい。見づらいね。これはこれこれ見やすくない。うん、これいいね。とりあえずこれにしとこうか。じゃあこれ本を押すとここになるから、ここに入れる。箱は本当に小さいですね。こんなもんですね。来た、クサス7になってます。Google プレイを試しよう。ハイスペック Android。 これ作ってるのは台湾の ASUS っていうメーカーみたいですね。 Acer とかよく言う人いない。 OK、 映し終わった。これでさ、こういうとこ行ってもホームに行ってここに行って。いいね、2004になっちゃったな、とうとう。今、レグザの、古い方の、
タブレットと、こっちが僕の、ネクサス7。ネクサス7ですね。YouTube の、私のチャンネルを、開いて、どっちが早く開けるか。この大きい方はですね、どうも動画が結構ギクシャクして遅かったりするんですけど、ちょっと同じ動画を同時にやって見比べてみたいと思います。せーの、ドン。早いね、こっちの動画。全然遅いな。こっちのいいところはこういう風にさ、関連動画が出てくるんだけど、こっち横にすると出てこないし。そうなんだよね。そうそうなんだ。写りはネクサス7の方が見た目全然綺麗ですね。今照明をネクサス7暗くしてるんですけども、こっちは明るくしてるんですけど、聞こえる？いや、やっぱりネクサス7の勝ちだな、これは。こいつ声出さないで泣くんだよ、ね、こいつクスパクで泣くんだよ。ロー君、はい、じゃあまだ言ってない言葉はお父さんにあると思うんだけど、ネクサス7を買ってくれてありがとうございました。どういたしまして。じゃあしっかり勉強してください。それでゲームばっかりやって遊ばないでね。よろしくお願いしますよ。ねえ、茶太郎ちゃん。くんだけど。茶太郎ちゃん、頼むよ。そらくんが遊ばないようにね。ちゃんと見張っててくださいね。お願いしますよ。よだればっかり垂らしてちゃダメですよ、茶太郎ちゃん。うん。マインクラフトだ。おお。マインクラフト。おお。Oui.